皆さんこんにちは、リテラミリタの武部です。今日は腹筋の上腹部ですね、上側の腹筋をしっかり締めて、上がねポッコリ出ている方、肋骨がね開いてしまって、出ている方も多いと思いますので、今日は4種目やっていきたいと思います。引き締めていきましょう。以前もね、上腹部の腹筋のエクササイズの動画も出していますけども、またちょっと違うバージョンでねやっていきたいと思いますので、バリエーションが欲しい方もぜひぜひ新しい方もやってみてください。では、4種目いきましょう。全てですね、30秒そして15秒休憩でやっていきたいと思います。頑張りましょう。Start your exercise. Five, four, three, two, one. Start your exercise.Five, four, three, two, one. Start your exercise.Five, four, three, two, one. Start your exercise.Five, four, three, two, one.皆さんお疲れ様でした。いかがだったでしょうか。まあ、たった4種目それぞれ30秒なんで、動いてる時間は2分間だけなんですけども、上の方結構効きますよね。はい、腹筋はまあ上だけじゃなくて真ん中そして下側、いろいろね、あとは縦にしたりツイストしたりとかいろんな方法がありますので、全てねまんべんなくやっていくようにしましょう。私もいろんなねいくつか動画上げてますので、そちらの方も参考にして、腹筋全体を鍛えるように頑張ってみてください。このチャンネルではトレーニングに関する情報、そして私のクライアントからいただいた体に関するお悩み相談に対して、私がどのようにいつも指導しているか配信をしています。今日の内容が良かった、ぜひ続けて頑張ってみようという方は、ぜひぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。